チーム2人チームは一応もう1人負けてるという前提で中堅からスタートしてるという形で計算はしますので、それだけよろしくお願いします。一気に2つ終わりましたね。すいません。ネバダとターキー勝ったのどっち？ネバダとターキーは。ターキーの勝ち、ありがとうございます。MBR とネーブル勝ったのどっち？ MBR とネーブル勝ったのどっち？ネーブルで、はい。ちょっと待ってよ。ターキーとネーブルが勝って。で、ではすいません。アッセンチームと適当チーム。はい、アッセンチームと適当チーム。はい。アッセンチームと適当、適当。はい、じゃあじゃんけんをして 1P2P 決めてください。真ん中の G 筐体の 1P2P 分かれてください。真ん中の G 筐体 1P2P 分かれてください。はい、適当とアッセンは真ん中の G 筐体でお願いします。真ん中の G 筐体、はい、真ん中の G、 はい、真ん中の G で 1P2P 分かれて移動しましょう。はい、すみません、人が通ります、人が通ります。筐体の間開けてあげてください。筐体の間開けてください。真ん中の G です。で、F が空き台になります。真ん中の G でお願いします。ちょっと今これ空き台じゃないとできないので、はい、どっちかが終わんないと次に進めないというね。
よろしいですか。では G 兄弟ではどうぞスタートボタンを押して始めてください。あ、決まってますね。ここはひとしと全米勝ったのどっち？ひとしと全米勝ったのどっち？ひとしと勝ち。ありがとうございます。ひとしの勝ち。ではですね。連戦ですよ。ひとし連戦になります。ひとしは連戦というか大体みんな連戦です。じゃあひとしも攻めなあかんとネーブル勢入ってあげて、ひとしも攻めなあかんとネーブル勢。はい。負けた方のチームも連戦になります。全米も連戦になるので注意してくださいね。ひとしとネーブル。ひとしとネーブル。はい、じゃあじゃんけんをしてワンピースピー決めてください。ワンピーかツーピーかだけです。じゃあ、手前の、セポ同時出しで、はい、では、手前の、はい。手前 F 筐体で、はい。はい、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 筐体ワンピーツービー決めるだけです。ワンピーツービー決める、先方同時出しで、向こう反対側見えないんで、はい、はい、はい、よろしいですか。はい、さあ、よろしいですか、よろしいですか。はい、では、F 筐体ですみません、先方座ってください。さあ、決まっているね。すみません、アッセント敵とじゃないわ、ノットチンパンと JFK はどちら勝ちました？ JFK、すみません、自分のチーム何人負けました？ 1人負け、じゃあ 3-1 で勝ちですね。はい。はい、ありがとうございます。じゃあ、すみません、勝った JFK を連戦にします。勝った JFK とアッシュ勢。はい、JFK とアッシュ勢入ってあげて、JFK とアッシュ勢、じゃその辺ですね。はい、JFK、じゃあじゃんけんをしていただいて、ワンピース P を決めてください。じゃんけんをしていただいて、ワンピース、同じ B 兄弟でやります。はい。はい、まずワンピース B 分かりましょう。一番奥、同じ兄弟でやります。同じ兄弟の B 兄弟でやります。同じ兄弟の一番奥、B 兄弟でやります。移動しました。じゃあすみません、先方の方 B 筐体お座りください。
お座りください。大丈夫かな。はい、じゃあ B 兄弟どうぞ始めてください。はい、始めてください。さあどんどん呼んでいきますよ。ですね、あ、ここやね。ちゃうちゃうちゃう。ネバダと、ネバダから来ましたとオリジナル最強伝説やりましょうか。はい、ネバダから来ましたとオリジナル最強伝説。はい、ネバダから来ましたとオリジナル最強伝説。お、どこ行った。ネバダ、ネバダ、ネバダから来ました。ネバダから来ました。あれ、どこ行きました。ネバダから来ました、いませんか。ネバダから来ました。あれ、誰もいない。最強伝説は、最強伝説ここやね。ネバダから来ました、いませんか。ヤマゾーヌーバーキルチーム、ヤマゾーヌーバーキルチーム、ネバダから来ました。ヤマゾーヌーバーキル、ヤマゾーヌーバーキルチームいませんか。あ、バーキル言いました。はいはい、ネバダ。はい、じゃあじゃんけんしてワンピースピック出てください。ワンピーがツーピーがだけです。ツーピーがツーです。ワンピーがツー。はい、じゃあ空いてる A 兄弟でワンピーツーピー分かれて移動してください。はいはいはい、あ、はい、じゃあ移動しましょう。はい、移動しましょう。はい、まず移動しましょう。はい、さあバーキルさんが今慌ててチームメイトを探しに来ました。どうしようかな、タバコ吸ってるんですかね。ゼロ人やってました。さあ試合やで、試合やで、そうやで、試合やで、すぐ試合が回ってくるんやで。皆さん大体すぐ試合回ってきますからね。一回試合終わって待ち時間あるかなと思って、0人 UM とかやりに行かないでくださいね。もうそんな時間はないですよ。はい、はい、じゃあどうぞ先方、A 兄弟どうぞ。
はい、では勝ったアッセンチームが、連戦になります。アッセンチームと勝ったら決めますチーム、はい、勝ったら決めます、ここです。はい、勝ったら決めますとアッセンチームで試合をします。じゃんけんをしてワンピツービー同じ筐体であります。はい、先方は同時出しです、同時出しです。はいはいはい、ではどうぞどうぞどうぞ。はい、では先方の方座ってください。よろしいですか、そちらよろしいですか。はい、ではどうぞ始めてください。あ、終わりましたね、F 筐体。ネーブルとヒトシは勝ったのどっち？向こうの勝ちということは、向こうがネーブルやったっけ？あ、ヒトシが勝ち。ありがとうございます。さあ、ヒトシが勝ちました。はい、ではですね、では、全米が、鼻で笑った根性値と、MBR の試合をします。全米が鼻で笑った根性値と MBR。はい。はい、はい、違うな、ではじゃんけんをして 1P2P を、全米、はい、じゃあ、はい、じゃあじゃんけんをして 1P2P 決めてください。はい、終わった。 A 筐体はすいません、ネバダとオリジナルどちら勝った、どっちがしました、オリジナルの勝ち、ありがとう。じゃあオリジナルでどうするかというと、ちょっとまた A 台は空き台になります。
さあというわけで勝ったのが、さあ B 兄弟終わりましたね。JFK とアッシュ勝ったのどっち？ JFK とアッシュ勝ったのは、そっちはチーム名は何かな？アッシュ、すいません、3-2 でアッシュの勝ち。はい、じゃあアッシュそのまま連戦になります。アッシュが連戦になります。チームノットチンパンとアッシュ勢、はい、チームノットチンパンとアッシュ勢、はい、チームノットチンパンとアッシュ勢の試合になります。はい、アッシュ勢はそこだよね。ノットチンパン、チームノットチンパンいますか？チームノットチンパン、はいはい、あ、そこですね。はい、じゃあじゃんけんをして 1B2P を決めて、A 兄弟で試合してください。はい、チームノットチンパンとアッシュ勢じゃんけんをして 1B2P を決めていただいたら A 兄弟で試合してください。 B 兄弟の試合の設定に戻します。はい、A 兄弟で試合をしてください。よろしくお願いします。はい、ノットチンパンとアッシュ勢は A 兄弟で試合をしてください。 A 兄弟 B じゃなくて A 兄弟で試合をしてください。はい、はい、ではまずワンビーツーピー分かれて A 兄弟座ってくださいね。先方の方はじゃあお座りください。 A 兄弟ですよ。はい、先方の方お座りください。 A 兄弟ですよ。はい、大丈夫ですか？ではスタートボタンを押して始めてください。はい、デュオリックスの一番向こうの拠点も野試合の台に戻っております。野試合の試合方どうぞしてください。
あ、G 筐体終わりましたね。圧戦勝ちました。1人負けた。じゃあ3人です。はい、では、G 筐体で適当チームと、勝ったら決めますチーム、適当チームと勝ったら決めますチーム、はい、では試合をしますので、じゃんけんをしてワンピース、そこが勝ったら決めますね。適当、はい、適当、はい、じゃあじゃんけんをしてワンピース P 決めてください。同じ G 筐体でやります。はい、ワンピーか 2P か決めるだけです。ワンピーか 2P かだけです。ワンピーか 2P かだけ、あとはしないです。ワンピーか 2P かだけです。はいはい、ワンピー 2P かだけ。はい、じゃあどうぞ分かれるか。はい、はい、はい、まず移動しましょう、移動しましょう。はい、移動しましょう。同じ筐体です。では先方の方は座ってください。先方の方は座ってください。先方の方は座ってください。はい、まだスタートボタン押さないでね。先方の方は座ってください。はい、じゃあどうぞスタートボタン押してください。どうぞ。はい、よろしいですか。じゃあ、ワンピツビー分かれて、 A 筐体まず分かれて移動しましょう。はい、分かれて移動しましょう。はい、向こうの A 筐体ワンピツビー分かれて移動しましょう。さあ、A 筐体はベスト8の第1試合ですね。第1試合、まあ、場所的には第4試合ですが、第1試合、JFK とダーキー、1P 側が JFK チーム、2P 側がダーキーチーム。いい筐体、まずターキーが一緒。適当と勝ったら決めますが、適当の勝ち。はい、ありがとうございます。さあ、これで適当が2抜けとなります。で、3番の2なんで、そうですね。はい、
はい、では、適当チーム、今勝った適当チーム、適当チーム、適当チーム、あー、こっちも降りましたね。勝ったのどっち？はい、ネーブルの勝ち、ありがとうございます。じゃあネーブルもすぐ試合があるんで、集まっといてくださいね。はい、同じ筐体使います、同じ筐体使います。まず、今勝った、適当チームと、ひとしも攻めなあかん、吐いてあげて、適当、適当、適当とひとしも攻めなあかん、はい、適当とひとしも攻めなあかん、はい、はい、適当とひとしも攻めなあかんが、同じ筐体、G 筐体であります。で、アッセントネーブル吐いてあげて、アッセントネーブル、アッセントネーブル、ネーブル、はい、ではじゃんけんをして、F 筐体で試合をしてください。はい、はい、まず 1P2P 分かれましょう、分かれましょう、はい、1P2P 分かれましょう、はい、はい、同じ筐体なのでネーブルと、アッセンは F 筐体ですね、 F 筐体でお願いします。さあ先方よろしいですか。はい、大丈夫ですね。はい、じゃあどうぞスタートボタンを押して、E も、じゃあ F も G もスタートボタンを押して始めてください。さあこれでベスト8が4つ全部動き出しますよ。Go!
さあ上がったのはターキー。さあターキーがサンタで、なんだと、ターキーがサンタで、さあではこちら準決勝になります。 1P 側は九州勢ですね。そしてタイトル 2P 側は一つも攻めなあかんと、さあという組み合わせになっております。さあちょっとすごいバタバタと進行しておりますので大変あれですが、さあ隣の F 筐体はまだベスト8の試合がもう一つ残っていると、アッセントネーブルの試合をしているという形になります。さありましたね。勝ったのがどっちアッセンの勝ちかな。はい、さあアッセンがどんどん勝ち上がってまいります。はい、では行きましょう。アッセンとターキーやりましょう。アッセンとターキー、はい、アッセンとターキー、さあアッセンとターキー、はい、隣の F 筐体、やりましょう。アッセンとターキー、アプリごと1番で待ってる人いませんか。あそこに4番はいるけど、4番と6番と2番はいるんだけど、ね、1番いないね。さあまず 2P 側、ひとしも攻めなあかんチームが一緒。さあOh, okay.
まずファーストラウンド突撃を取っていく。さあ向こうはまず1勝しているのはタキチーム。さあこれでワンフィガーは一人アドバンテージを取って、さあ大将出てくるな、キズカパン。交渉させて神橋固めていく判決団。あとさあタグパ引っ掛けて裏回る。さあゲランスタート。おお、これはどうだどうだ、これはもしかして、もしかして終わっちゃう、あー終わっちゃった感満載。勝ったのはさあタグマ、さあこれで1勝1敗ですね。さあ見てみましょう、中堅対決、ワンピガーがトム、ピツーピガーがリュウジンバチ。さあまずは強体ガリ、裏回ってコンプリからのお土産まで、あとボックスアップデビーからのマコンポスカフィゲダン。さあ左すごく拾っていく、どこで残している、あっと最後お土産は裏回り。さあまずタギジンパチが1ラウンド2ラウンド目。さあ出てくるな、タグマン。ガードしている、さあ調子とぶっ込んで、さあ向こうはおっと決まってますね、おっとターキーチーム、さあアセンチームを2立てで終了している。勝ったのはターキー。さあ決勝チームが1つ出てまいりました。さあ何だかんだで9時半に終われそうですよ。
さあ見てまいりましょう。ワンピが大将出てくるのはリョウ、そして対するはリュウジッパチ。待て、おにやけ。じゃあまず両のイオリが1ラウンド、2ラウンド目。さあうまくお互いがいなしていなしての展開だが、さあ体力はイオリがリード。さあここで一家に一台ミスターから手を撃破。さあイオリが二立てしてからの最後はイオリ同キャラ。さあ両のイオリはまだ体力が、さあほぼたくさん残っていたが、まずはさあ両金髪のイオリのコンボ、これはさあ8割以上減らして、さあドット残しているが残らず。さあこれで1キャラ分取り返した。さあ龍神パチ、さあ出てくるな。さあ1000ですね。さあ今のコンボはごめんなさい、これは大きいのが通る。さあ2キャラ分追いついてくる。さあ2キャライオリに離して、2キャライオリに追いつく。さあそういう展開。さあ最後出てくるのはキムカファン。さあキムカイオリだから、さあと、さあ一気に決めていく。さあ大将、さあ影響体、さあ影点頂戴量。さあまず先方出てくるイオリ、そしてミスター空手。さあこの強キャラ同士の大事な先方戦、さあどっちが取っていく。おっとこれはかわして、さあ裏に回して、さあしかし切り返しがうまかったな三毛店長。さあ1ラウンド選手、2キャラ目出てくるな。さあ視点ですね。グランスタート、おーと、さあショート引っ掛けてからの、さあ一気のコンボ。さあこれで取り返している。さあ2キャラ目3件点長出てくるのはレオナ。
あーレオの画面足、さあ下段中段下段中段と、さあチップステーキ、あーとここでもう一回どうだ、しかし最後はレオナを押し返して、さあ大将出てないキムカッパン、さあキム対レオナ、さあレオナは さあ体力は3割ですね、さあ半月さんがヒット、さあ追いついておきたい量、少しも離したい三月店長、しかし下段を刺す、さあまだまだ五分の展開のまま、さあキム同キャラ、さあ黒が三撃目、さあどうだ、どこまで行く、どこまで行く、残るあと投げて切り返す、分かった、引っ掛けて、さあ体力は三撃、最後刻んだ相打ちで、さあ取ったのはさあ見てみましょう、本日の KF サーティンスリオスリー大会決勝、ワンピー側が、ヒットしても攻めなあかん、そしてツーピー側はダーキーチーム、さあヒットしても攻めなあとメンバー表がない、さあそしてツーピー側は唇ため息ミルク色、何ですかね唇ため息ミルク色、大変気になります、さあまずはシャドメン、まずはディオロンから、さあ2人目出てくるのは1回に1台ミスターからで、さてカナデのコンボが通って、さあここからジュロン崖に返して、さあ上から行く、下段が刺さってここでチャル逆転、さあディオロンが2ラウンド先取していく、さあ3ラウンド目出てくるのはユリ、さあ完全にユリに見えないカラーリングですが、さあユリ、さあ画面端後剣で固めていく、ジョロンが後ろに入れ替わって、さあオープンスペース、さあこれでやっと1キャラ抜き返した厚美川、さあユリからの出てくるのミスター空手、さあ後ろ空手の後ろからキムが控えている、さあ中段から、さあ空対空取ったのは空手、さあ奥手取って運の飛びが去る、さあどうだ、どこまで行く、ユリのコンボはどこまで
最後はね、さあ出てくるな、キムカさん、さあ対空、さあユリカ画面端絡めていく、上からゴーとしている。さあ、ここで引っ掛けです。そしてさあ、まず抜いたのはバンピガワ、さあ、見てまいりましょう。バンピガワ、ひとしさんが先方、そして中堅出てきます。さあ、K ダッシュよりチン。さあ、まずはひとさんのギョロンから。投げ通して上から行く、時計の返せ、もう一回、さあジョロンが、さあ対決して体力リードを奪っていく、いやこれがどうして、あーと剣出し入っていったところ、さあジョロンが迎撃、さあ一段取ったのはひとさんのジョロン、ニャンナイ、さあ出てくるなユリ、さあ空対空、あーどん、さあ今度はユリ、あーどん、これは裏回っている、さあデュオロンが2立てからの、さあ出てくるのはチンゲンサイ、さあこれは、さあデュオロンがリードを広げていく、どうだチームは耐えるか、さあ耐えず、さあひとつさんに対して大将出てくるな、遅れてきた男ターキー、さあ予選はいませんでした、さあ決勝トーナメントになって時間が間に合って、さあ活躍していきたいところ、さあ下段が伝って、さあターキーの強が画面端のコンボ、さあそしてつなげていく、しかしはガードして、あーと、さあ裏回ったところ下段で対空してるのはデュオロン、さあこれで体力追いついてきて、さあ次の一手がどっち、そしてこれは止めて、さあ強化押していく、あーと最後、さあ押せ押せでいったターキーだったが、さあひとさんがバキジャンピー、さあ次出てくるな、空手、まずは飛びが刺さっていきなりの4割、投げを通して半分、下段が通って、さ
さあここで空手が押し返せ。さあ佐野目は空手同キャラ。さあまずは引っ掛けていったのは、さあ一つ佐野空手、これは残している。さあ最後はさあちょっと高めに出していったところ、さあ引っ掛けで、さあこれで一つ佐野3度でリーチ。さあ出てくるな真剣祭。まずは大きい体力をリードして時間ガードめぐれ通る。さあこれは回避して、さあこの体力を温存した状態で、さあ最後のキーマを出したいところ。あーとさあこれでまだまだ望みがある。さあ依然一つのリーチは変わらず、さあまずはチームのコンボどこまで減る。さあすごい減り、そして最後は透かし下段だ少し投げということで、さあ勝ったのは、ひとしも攻めた感じ。